諸君、日本は人民のものであって天皇のものではない。さらに軍隊のものでもますますない。人民万歳。おい、大変だ、国民会が来たぞ。綱野郎、つまみ出すぞ。来い。おい、これが大事なんだ。オイルタンクとエンジンの関係について説明しよう。エンジンのデザイン上、ガソリンはまずオイルポンプによってキャブレターに送られ、そこで空気と混合された後、エンジン部に送られ、やろ、出ていけ。そんなことはしたいかん。日本の学校はシナロのためにあるんじゃない。出て行きなさい。お前ら、ずずしいぞ。何、誰か。あんたたちどういうつもりよ、人に乱暴するなんて。あ、いい度胸だな、貴様誰だ。私は山田光子って言うのよ。あんたたちなんか全然怖くないわ。いいだ。聞け、お前らが誰だろうと知ったこっちゃない。三つ数えるうちに出ていけ。一、二、三。船越先生、黒龍会の指導者よ。おお、もう喧嘩終わったのか、こんな早く。武力じゃ問題は解決できないと言ったのが分かんないのか、お前らは。渡辺教授、申し訳ありません。手を抜いてもらったんだから礼を言わなくちゃ。誰と戦った。僕です。ほう、たった一人でか。大したもんだ。私は船越文雄だ。君は。ああ、あれ、ミツコどうしてこんなとこにいるんだよ。おじさま、私の万年筆この人たちに壊されちゃったのよ。弁償してくださいね。おいおい、そんなこと言うなよ。私が貧乏なことぐらい君も知ってるだろう。金持ってるか金。はい、これでどうだ。それにしてもなんだね、本当にあんたお父さんに似てわがままなんだから。そんなんじゃ誰とも結婚なんかできないよ。大丈夫、私にはちゃんちゃんがいるもん。ちゃんちゃん。はい、西部課のちゃんちゃんです。上海の西部官の。じゃあ本源光先生は。私の師範です。そうか。どうかしたの。いや、言いにくいんだが、さっき上海から電報を受け取ってな、本源光先生が試合中に殺された。相手は黒龍会の西口道場の芥川だということだ。そんなバカな。悪いが、この話は本当だ。すみません。
奴と手合わせができなくて残念だ。ちゃんちゃん、ちゃんちゃん、どこに行くの？中馬围观，我一查师傅的三马战略。日本人がしたんじゃないわ。きっとそうよ。日本の中国侵略を許すな。人民万歳！人民万歳！